皆さん、こんにちは。今日はですね、この間釣ったアイナメ、3日間ちょっと寝かしてしまったんですけど、今日はですね、このお魚をさばいていきたいと思います。まずは刺身にして食べてみたいと思います。もう最近ですね、花粉症がひどくて、鼻が詰まったり、もう鼻が垂れたりとかね、釣りに行ったらもうすごいですよね。あくる日がもう地獄。行ってる時はそうでもないんですけど、もう帰ってきて夜になったらもう詰まったり鼻が垂れたりのもう繰り返しでね、めっちゃ辛い時期っすよ。まあでも釣りイカにはね、動画もできんし、ほんと困ってます。どうにかならんかなっていうね。さあ、それでは料理を始めていきたいと思います。レッツクッキー。では早速料理をしていきます。で、今日はもう鱗を取ってあるんで、鱗と内臓も出してある、ありますね。こんな状態で、この中の方もこんな感じになってますと。でもあとはもう落としていきます。まあちょっと開けといて、また料理するんで。どうなんだろうね。3日間寝かしてますからね、きっと食べやすいお魚にはなってるはず。で、サイズがですね、今回36センチあったんで、まあまあ食べ応えあるお魚じゃないかなと思うんですけどね。ここはむずいんですよね。あばら骨のところをきれいに切るか切らないかっていうのが一番おいしいところで、はい、ちょっと汚いんですけど、こんな感じでできました。反対側もやってきまーす。ちゃんときれいにできるかな。いやー、今日のは絶対おいしいよね。身もいっぱいついてるし。いつも思うんだけどね、意外にこの骨のところに身を残してしまうんで、綺麗に取りたいなと思うんですけどね、なかなか難しいっすよね。これは職人じゃないんで、僕もね。やっぱね、この果物ナイフの方が切りやすいのは切りやすい。切りやすいけど、作業もしやすいんだけど、太い骨があった時にやっぱりね、どうしても切れないんで、太い骨のところに出歯でちゃちゃってやる方が楽ですね。はい、こんな感じで、はーい、完成です。で、このどうしようかな。邪魔なヒレは切ってしまって、で、残りは粗汁とかで使いたいと思います。
で、今触ってみたら、油がもうすごい、べっとりついた。これ絶対うまいわ。刺身にしても、他の料理にしても。で、こういうふうにもう邪魔なヒレの部分を取っとけば、またね、次の料理をするときに簡単にできるので。で、こうして、また、スポンと、1、2、3、はい、4、こんな感じで、アラの完成ですね。見えるかな？この辺？この辺？こんな感じ？はい、これで完成。で、完成したのが、こういう状態ですね。それではですね、はい、それではこの刺身包丁を使って皮を剥いでいきたいと思います。でも、皮を剥ぐのはもうね、そんなに難しくないんで、ちゃちゃちゃっとやっときたいんだけど。で、アイナメはもうどっちかって言ったら、皮が結構硬い方なんですよ。なんで、もうこうやって人にぶわっと引っ張ればいいとかね。こんな感じで皮むけるんで、割と料理はしやすいんかな、アイナメは。どっちかっていうと料理のしやすい。ここね、骨が、骨がないんだけど、大丈夫な？ね、寝かした魚のまた難点なんだけどね、身が柔らかくなるとね、これはまた面倒な話で。骨があったりなかったりする。アイナメってこんなんだった？ここに中骨がある。今、かじって言ったよ。大丈夫か？またかじって言ったよ。大丈夫か、これ。取れてない？骨が。ああ、取れてないのがあるよ。マジーっていうね。やっぱ、ちゃんと取れてない。取れてないところと、取れたところがあるね。はい、こんな感じですね。で、これ一旦こっちが腹の方。絶対これ油乗っとるよ、ここ。この部分すごい。ここ絶対うまいはず。なんで、若干残っちゃったね。骨が切れんのマジ勘弁してるっていうね。包丁が切れんの、それとも。美味しいところ全部削いじゃった。やっぱね、釣った時とは違って、身がもうすごい柔らかくなってますね。釣った時ってね、やっぱ身がすごいカチッとしとるんだけど、こんだけ放置すると、3日間放置しとる、寝かしとるけどね、食べるには美味しいはず。には美味しいはずなんだけど、料理する方としてはちょっとね、こう身がパッとこうちょっとしただけで崩れるんで、その辺がやりづらいかな。はい、じゃあこれから魚を
下ろしていきたいと思います。これどうやって下ろしたいんだろうね。むずい、マジでむずい。ほんとこう薄くこういう風にスライスして置いていけばいいんだろうけどね。うわ、久しぶりにね刺身包丁使ってやっぱ切れる、全然切れるね。これほい、やっぱ作業しやすいわ。ただね、盛り付けとかが下手じゃけんね、その辺がどうなんだろうと思いながら、切れるのは切れるけど。むずい、並べ方もむずいしね。他の YouTuber の人はね、みんなよう綺麗にやっとるなと思うんですよね。さすがって。まあ僕はどっちかって釣りの方が専門なんでね。魚をさばくよりも魚を釣る方が得意です。そして食べるのも得意です。なので作ったりこういう作業は苦手ですね。はい、うわー、これは絶対うまいよ。これが腹を食べる、腹、お腹、腹みたいな。やっぱね、どうしても身が潰れるってことはもう柔らかくなるような証拠じゃね。釣った時あんなにプリプリなのにな、すごい不思議。これで旨味が出てくれとるといいんだけど、どうなんでしょうか。3日間寝かして一番こう美味しい時じゃないのかなと思うんですけどね。まあこればっかりは食べてみないと。背中の部分切ります。よいしょ。あー、やっぱねこの背中の部分はね、なんていうんじゃ、黒い血合いが絶対入っとるね。マヒナで入ってないことないんじゃないっていう。これがいいのか悪いのかすごい気になるんですけどね。特にあのチヌとかもチヌとかシーバスもそうなんですけど、汚いところで釣ったらね、この黒い血合いがすごい入ってますよね。なんで食べる人側から見るとまあやっぱりこの黒い部分が黒い血合いっていうのかな。これ分かりますかね、この辺全部こう黒い線が入ったんですよ。多分人間に言ったらこうガンとかね、ガンじゃないか、血管が詰まる寸前みたいな、そんな感じじゃないかなと思うんで、そういうのを考えるとやっぱね食べる気力はちょっと減ってくる。まあでもそんなこと言ったら何も食えんしね、もうお魚食うのやめたらっていう。その辺を置いといてちょっと食べますけどね。いやなんかね背中の方はやっぱ思ったより脂身はないような気がする。
お腹側の方にすごい油が偏っとるような気がする。よいしょっと。いやーでもね、アイナメとかもそうなんですけど、魚かぶせなんかでこう当たり取るじゃないですか。もうね、いろんな魚でいろんな食い方があるんですよ。でも自然の法則っていうのがあって、必ず同じことをずっとやっとっても取れないっていうんですかね、失うものがある、手に入るものがあれば必ず失うものがあるんですよ。それがね、魚のあたりにもある。要はどういうことかっていうと、早合わせをしないとかからない魚もいれば、要は待って食わせないといけない魚もいるんです。で、じゃあその魚がどっちなのって、来る魚が分かっとけば、それはもう全然合わすタイミングをずらしていけばいいだけじゃないですか。でもどんな魚が来るかわからない。で、そういった時にやっぱりルアーとかと違うのはね、柔らかい竿を使って竿先のあたりを全部見ていくんですよね。どんな魚が今食いようかなっていうのまで見極めて合わせていく。で、まあそれがある程度場所によってもこう決まってるといえば決まってるんですよね。まあアイナメがいる、チヌがいる、コブがいる。コブとか、まあチヌは結構早合わせですよね。アイナメとか普通なんですけどね。でもカレー、この間カレーみたいになったり、カレーはちょっともう早合わせじゃ無理なような気がするんで、食い込むまで待っとくっていう感じなんですよね。あ、今なんか骨があったような気がしたんだけど、気のせいかな。なんでその魚によってもね、いろいろ釣り方があるんで、こう動画じゃそういうのって全然、ね、伝わらないし、まあ、説明もしてないんですよね。僕も別にプロじゃない、単なる普通の一般的な釣り人なんで、そんなに教えるようなこともないしね、教えるよりも自分で学んでいくしかないという感じなんで、こればっかりはね、こうだからこうっていう説明するのは苦手なんですよ。なんで、まあそういうのがあるよっていうのだけ分かっていただいて、で、自分がまあルアーあんまりやってない理由っていうのはね、単純に餌釣りの方がやることが多いんですよ。ルアーって本当お手軽じゃないですか。釣りのなんか概念を説明すると、釣りって腕があるから魚が釣れるっていうわけじゃないと思うんですよね。確かに腕も必要な時ありますけどね、それはまあケースバイケースなんですけど、基本的に魚を釣ろうと思ったら、魚が釣れてなくて魚がたくさんいるところに行けば魚って釣れるわけじゃないですか。なので別に腕をこう誇張しなくても、別に素人の人が普通にその魚のいるところに投げれば魚って釣れるわけなんです。だけど、上手い人っていうのは、じゃあなんで釣れるのって言ったら、必ず魚のいるところに行ってるんですよ。なんで、やっぱりその、どういうところに魚がいるかとか、集まる場所とかもそうだし、ポイントをどれだけ知ってるかっていうのは、やっぱり釣果に差が出るんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、やっぱり大事なのは、いかにポイントを開拓するか、ポイントを知ってるかですよね。で、当然みんなが釣れば魚もいなくなっちゃうし、まあでも逆にこう魚が集まってくるような場所もあるんで、どれだけ釣っても魚が湧いてくるような場所も実際あるのあるんですよ。まあ動画じゃ言えないですけどね。なんで、まあそういうところですね。皆さんも努力して探してみたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。なかなか難しいっすよ。僕もやってみて思うんですけどね、そう簡単には釣れないっす。はい、
完成しました。これが背中の部分ですね。刺身こんなにできちゃって、朝からこんなに刺身食うのかっていう、お休みの日に。じゃーん、今日はこれを食べていきたいと思います。はい、それではお刺身が完成しました。今日はですね、この醤油を使って食べていきたいと思います。いやでもね、この藍なめ釣れてよかった。久々っすよ、この36センチぐらいのね、藍なめ。でも昔はもうちょっとでかいの釣りあったような気がするんですけど、あまり言うと初心者じゃなくなってしまうので、僕は何も言いません。何言っとんじゃって言われそうですけどね。はい、こんな感じですね。でもわさびとか一切つけずに、もう醤油のみで食べちゃいます。いただきます。朝ごはんこれだから。ああ、あのね、美味しいんだけど、食感だったら釣ってすぐの方がいいかも。釣ってすぐはコリコリで、こっちの刺身やっぱね、あの市販のお刺身と同じような感じっていうのかな、むずい、説明がむずいんだけど、やっぱりちょっと柔らかくなってますね。釣れる魚で買える魚、釣れる魚で買える、まあその辺のスーパーで買えるような魚に関しては、ただ食べるだけだったら買えばいいと思うんですよね。わざわざ釣りをしてまで食べる必要はないと。うん、んで、じゃあ釣りをする人の特権、食べる特権って何だろうと思った時に、やっぱり釣りたてが味わえるっていうのが釣り人の特権じゃないかなと思うんで、結構新鮮なうちに食べるとやっぱ身が歯ごたえがあって、うまみ成分っていうのは少ないかもしれないんですけど、でもあの歯ごたえがやみつきになるというか、買ったやつはやっぱりね、流通の経路でどうしても時間かかるんで、もう身なんか半日とか一日置いただけでね、柔らかくなってくるんで、うん、うまい。こう食べながらちょっとねトークをするんですけど、釣りってあんま難しく考えない方がいいんですよ。魚がいるところに仕掛けを入れたら魚は釣れると。じゃあみんななぜ釣れないの？それは魚がいないか、魚に食い気がないか、魚がすれて食べないかのどれかなんですよね。なので自分は釣りをしていく上で腕がとかなんか比べるの嫌というか、もともと釣りって小さい頃からやってるのはやってたんですけど、まあ趣味でしかないんで、まあ趣味の範囲から抜けることはないんじゃないかなと思うんですけど、だけどまあバラシスタではですね、ああしてこうしてとかいろいろ制限つくじゃないですか。まあそういった中でこうやっていくのに、好きなことやっぱね、命令されたり制限されてやっていくっていうのはやる意味がないですよね。でまあお金の問題もあったし、なんでまあ楽しめないんだったらさっさとやめてしまおうと。そうにしてもね、
自分はやるメリットがないんだよね、あそこに残って。うん、いや美味しいね、やっぱアイナメうまいさ。でこの醤油がまたね、自分の予想だけど旨味成分が入ってると思うっていうのが、こないだねバラシスタで昆布と石鯛の身を醤油を何種類か分けて食べてみたんですよ。するとこの醤油は特にまずい魚でも、まずいって言ったらまあ言い方悪いか、うん、まあでもうま釣ってすぐでそんなにうまみが出てない魚、石鯛とかはもう3日寝かしてどんな醤油で食ってもうまいさ、油がとろっついてね。なんだけど昆布で釣ったその日に食べたんですけどね。でその他の醤油で食った時、ほんと昆布鯛食った時に激まずだったんですよ。なんですけどこの醤油だけはそのまずいのをある程度緩和させてくれたっていう醤油なんで、まあ逆にこれをつけたら全部美味しくなっちゃうんですけど、まあでも自分はそういう、なんて言うんだろう、元の味っていうか他の醤油でもいろいろ試してみて、このアイナメのねあれは分かってるんで、あとまあ人によっても好みもあるしね、あれなんですけど、この醤油にはそういったなんか魔物みたいなあれがありますね。でこれを使い出すと他の醤油に行けなくなるというね、そういうのはちょっとあると思います。いやー休みの朝からもうこんなことやっとるというね。いやでも美味しい、誰かの寝息が聞こえるんですけどね。まあ釣りはやっぱり趣味の延長線上で楽しんでやると、でまあ楽しめなくなったらやめると、そんな感じですね。でまあ釣りもですね、別に一人で釣りしたりみんなで釣りする、いろんな楽しみ方っていうんですかね、まあ、他の人はなんかみんなとワイワイするには楽しくないとかいう人もいるんですけど、まあ釣りはもともと僕は一人がベースなんで、まあ逆に人が多ければやりにくい時もあるし、正直な話をするとね、まあいろいろ見てもらったらわかると思うんですけど、やっぱね釣りの動画とか撮るときでも、もう釣れるそのポイントに行って、例えば3人行くじゃないですか。でも釣れるところってある程度決まってるんですよ。で、じゃあそこを誰に譲るかとかね、そういった問題になってくるんですよね。そこじゃないと釣れない場所とかもあるんで、釣り方とかもそうだし。で、例えば分かりやすく説明すると、まあ海って必ず潮が動いてるところが多いじゃないですか。で潮が動くと、例えば神から撒いた餌がどこに流れてくと思いますか？下へ流れてきますよね。うん。でそうなった時に餌がどこに溜まるか、下の人のところに溜まるんですよ。これ誰でも考えればわかることなんですけどね。で釣りは腕、まあ腕もいる時もあるんですけど、基本いらない。その腕っていうのは必要最低限魚をかけることさえかけてあげることができれば、まあそれでいい。要は仕掛けを狙ったところに入れて、で魚を針にかけた後にお釜で釣り上げるという、そういう技術があれば。必要最低限リールが負けたりとかすればいいわけなんで、あと大きい魚が来た時のためにドラグの調整して、そのラインの太さに対してどのぐらいで糸が出てくかっていうのを、その絶対潮髪に座席を取る人って不利なんですよ。で逆に
霜に座る人は有利なんですよ。っていう感じでね、まあそういうのがあるんで、そういうのが分かってくるとあれなんですけどね。まあその辺もどうなんだろう、言っていいのやら悪いのやらっていう感じなんですけどね。知らなければ知らないであれだし、知ったら知ったでまた揉め事じゃないですけどねっていうなるんで、なんでまあぶっちゃけ一人の方が気楽っちゃ気楽なんですよね。一人でのんびりやる方が。でも釣り人っていうのは絶対釣れたら釣れたら自慢したくなるじゃないですか。もう写真を撮ってアップしたりとかすること自体がもうみんなに見てもらいたい。釣り人ってやっぱりそういう自慢をしたいんだと思うんですよね。まあ腕とかもそうだけど、どこかでその上げて画像とか釣れたのをこう上げてくるってことは、心の奥底では自慢したいと。で逆に上げたくない人もいるんですよ。で上げたらもう釣れてるのが分かっちゃうから、みんなに黙っときたいやと。いろいろ釣りの世界も面白いですよね。まあ自分は両方今やってますけどね。あとはまあしがらみじゃないですけど、ここのポイントは出すのやめてくれとかね、そういうのもあるし、人がたくさん押しかけたら困る、もう押しかけた時点で立ち入り禁止になったりとか、そういう場所もありますしね。まあこれからどんどん道は狭くなっていくんじゃないかなと思うんですけど、釣り自体も、どうなるんだろうなと思いながら、わっ、あともう一枚になっちゃって話しよったら、まあつまらぬ話をまたしてしまいましたね。なので、まあ、釣りをすること自体はそんな難しくないです。で、まあ、釣れる人にとっては別にまあいつもの日課というか、特にあれなんですけどね、まあ、もし釣れない人がこれを見てるんだったら、じゃあなぜ釣れないのかっていうのをやっぱり考えていかないといけないですよね。でそういう時に僕はいつも思うんですけど、ここ最近やっぱ便利な道具いろいろ出てきてるじゃないですか。でまあ魚探とかもそうだけど、こういう風にカメラでもう水の中とかも見れるんで、まあ魚がいるかいないか、釣れなかった時、まあ釣れた時は別に見る必要ないと思うんですよ。自分が思ったところを攻めて、で魚が釣れました、思った魚が釣れる、それに関しても特に何も言うことないんです、まあ、見る必要ないと思うんですけど、逆に釣れなかった時は見た方がいいなと思います。実際自分もコブダイとか狙って釣れない時って結構あったんですよね。でもじゃあなんで釣れないのって考えた時に、まず分岐点として魚がいて釣れないのか、魚がいなくて釣れないのか、どっちかが分からなかったんですよ。でそこに魚がいるんであればまた来れば釣れる可能性あるじゃないですか。なんでまずはそこいるかいないか見る。で釣り終わった後っていうのは結構ね、魚がもう餌撒いてたら、餌を撒く釣りに関しては寄ってきてるんで、魚が絶対それがいるかいないかを見る。で餌を撒いて寄ってないところっていうのはもうほぼダメなところなんで、まあそうですね、そっからですね、まずは魚のいるポイントを見つける。で魚がいるのが分かったら、今度魚が擦れてるのか擦れてないのか、食い気がないのか、まあ、例えばそれがあの天候だったりとか水温だったり、そういったところを見ていかないといけないですよね。であとはもういかに食わすかだけですから、いるのさえ分かれば食わしていくだけだし、どのタイミングで食うかとか
どこが餌場だとか、まあそういうのを追求していけばいいだけなんで、特に難しくはないかなと思います。やった、話しよったら食い終えた、食い終えたね。ありがとう、アイナメちゃん、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。という感じで今日も釣りのいらぬことを喋ってしまいました。まあ僕も初心者なんで、皆さんにいろいろ教えていただけたらなと思います。いやー、ほんとね、他の人の釣り見るだけでめっちゃ楽しいんですよね。別に魚をね釣れる釣れんじゃなくて、やっぱり釣りやってる人ってね、独自のその釣り方とか、ほんと自分個性がやっぱ出るんですよね、釣りも。なんでまあ人の釣り方見るだけでも楽しい、それでまた魚が釣れたらもっと楽しいとかね。で、一人の時は一人の時でのんびりとまったりと釣りできるんで、ほんと趣味の世界ですよね。それで魚来たら文句なしっていうという感じです。まあまたこう、こういう話って本当はねライブ配信とかでやればいいんだけど、自分はまあ喋りもうまくないし、なかなかねライブとか難しいなと思うんで、まあ自分は自分のやり方でやっていこうかなと思います。それでは皆さん、今日は長々とすいませんでした。次からまたねチョークアップ頑張ってきますんで、興味のある方は見てください。それではまた。バイバーイ。バイバーイ。バイ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 。